エドモンド・ブリストーは、イングランドの画家である。動物のいる、風景画や擬人化した動物を描いた、風刺画も描いた。イングランド、バークシャーのイートンの紋章画家の家に生まれた。幼い頃から国王ジョージ三世の三女、エリーザベト・フォン・グロスブリタンニエニア・クラレンス・コーラが、パトロンになった。イートンやウィンザーの名詞の似顔絵を描き、生物画、室内画、風俗画を描いた。 動物好きで動物の生き生きとした動きを描くことができ、有名な動物画家になるエドウィン・ランドシーアと友人になり、ランドシーアに助言したとも言われている。1809年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に初めて出展し、その後も時々アカデミーの展覧会やロンドンの民間展覧会、ブリティッシュ・インスティチューションや、 イギリス王立芸術家協会の展覧会に出展した。風変わりな性格で気が向かなければ絵を描かず時として完成した作品を売ることを断ったとされる。作品の多くは地元の収集家によって購入された。いくつかの作品は版画にされて出版された。89歳でイートンで亡くなった。ありがとうございます。